自分の全力を出すことが大事やね。自分の全力を出して成長すれば相手に勝つことができるかもしれへんし、そしてゴール、目標に到達できるんだよ。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC、ミスター・オカチです。親子で学ぶ生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。今日、紹介する熱い言葉は、勝つことを忘れろ。成長したい人、上達したい人、上手くなりたい人、そして負けたくない人は確実に、もう絶対見てください。最後まで見てください。後悔させません。いきますよ。ちょっと水飲みます。もしもし、亀よ、亀さんよ。この歌、知ってますよね？うさぎと亀の話。山で競争をしました。な？どっちが勝ったでしょうか？覚えてますか？この話。うさぎと亀が競争した。どっちが勝った？そうです。足が遅い、のろまな亀さんが、勝ちました。それはなんで勝てたの？そうです。足の速いウサギさんは油断をしてしまって途中で寝てしまったからです。寝ている隙にカメさんが追い越しちゃってゴールをしたの。こんな話だったよね。ここからが本題です。なんでウサギは寝てしまったの？これが物語の本質、つまり大事なところです。なぜ寝てしまったのか。それは、ウサギは、亀を見て、走っていたからです。いいですか？ウサギっていうのは亀を見て、あいつノロノロ遅いなぁ、こんなんやったら余裕で勝てるわ、そう思ってここの木のとこで寝てしまったの。わかるかい？でも亀はどうやった？亀が見ていたのはゴールです。亀はゴールを見て走ってた。どれだけウサギが自分より先に行ったとしても、どれだけウサギが寝ていてサボっていたとしても、そんなのは気にしない。自分のペースで一歩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 走っていったの。進んでいったの。自分のペースで。だから亀はゴールができた。そしてこのウサギに勝つことができたんです。わかる？勝つためには、勝つことを忘れることが大事なんです。いいですか？勝つためには、自分の全力を出すことが大事だろ？で、自分の全力を出すためには、相手のことを気にしてるんじゃなくて、自分がやるべきことに集中する。そうすることで、自分の全力を出せるでしょ？つまり、勝つためには、相手のことを気にせずに自分のゴールを見て全力を出して進むことが大事なんです。だからあなたに伝えたい。自分のゴールを見よ。相手のことは気にしない。そして自分が今やるべきことに集中してそれを全力を出して進んでいく。どんだけ努力しても、どんだけ全力を出しても、相手に勝てるかどうかは分からへん。100点取れるかどうかは分からへん。合格できるかどうかは分からへん。そして、成功できるかどうか分からへんねん。どんだけ努力しても、どんだけ全力を出しても、ただ一つ約束できることがある。努力をすれば、確実に、成長できる。できなかったことができるようになって、できることがもっとできるようになる。そして一歩一歩
自分の道をこういう風に進んでいってゴールにたどり着くね。わかるかい？努力しなかったら、全力出さなかったら成長しない。だからずっと同じここ同じ場所にいるの。同じ場所に行くからいつまでたってもゴールにたどり着かへん。いつまでたっても相手に勝つこともできへん。つまり成功できへんねん。だから大事なことは、成功するためには成長することが大事やねん。そして成長するためには自分の全力を出すことが大事やねん。自分の全力を出して成長すれば相手に勝つことができるかもしれへんし、そしてゴール、目標に到達できるんだよ。わかるかい？そして全力を出すためには目の前の相手を気にしない。そうじゃない、自分のゴールを見て自分の全力で一歩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 進むことでな、できなかったことができるようになって、できることがもっとできるようになる。新しい技を覚えて、新しいことを知って、どん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 上手くなって、成長して、上達していく。ゴールに近づいていく。その結果、100点取れるかもしれへんし、合格できるかもしれへんし、相手に勝てるかもしれません。つまり、成功を見るんじゃない。成長を見てほしい。相手を見るんじゃない。自分のゴールを見てほしい。そして今やるべきことに全力でやってほしい。そしてお価値は、あなたならそれができるって信じてる。俺はあなたがあなたのゴールを見つけて全力で挑戦することを心の底から応援してます。はい、ということで今日は勝つために大事なこと、そして成功するために大切なことをあなたに伝えました。そうです、成功するためには成長することが大事だ。成長するためには相手を見るんじゃなくて、自分の全力で自分のゴールを見て一歩一歩進んでいくことが大切なんだ。そういうお話でございました。もちろん目の前には自分よりも上手い人、そしてすごいなと思う人はたくさんいるやろ。そういう人と比べると、俺なんか全然あかんし、上手くないし、成長してないし、絶対勝たれへんやろうなってがっかりする気持ちもわかる。でも大切なことは、相手を見るんじゃなくて自分のゴールを見て、今自分がやることを一つ一つできるようにしていくこと。できないことをできるようにするためにはあなたの全力が必要なんだ。全力でやればできなかったことができるようになって成長し、そしてその結果成功できるっておかっちは信じています。はい、ということで、この感じで、このチャンネルではとにかくあなたが自分がやりたいことを見つけて、それに本気になれるようなそんな熱い言葉を全力で紹介してます。よかったらチャンネル登録よろしくね。はい、ということで The End。 それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。